こんにちは、いちごタルトです。今日から茨城県に入りたいと思います。で、まず最初に行くのが石切山脈という稲田石っていう白い良質な石を採掘してた場所で、今はもう採掘されてないんですけど、そこの切り崩されたところに雨水とかが溜まって湖みたいになってて、地図に載ってない幻の湖みたいな感じのところがあるそうなので、そこに行ってみたいと思います。で、今日はプレミアムツアーっていうツアーもあって、そのツアーにも申し込んだので、現在採掘されてる場所にも入ることができるみたいなので、そこも見に行きたいと思います。じゃあまず向かっていきたいと思います。悪い道を進んでいくみたいなので、一応動きやすい格好では来たんですけど、到着。もうこの前とかはそうですね、きっと稲田石で作ったいろいろ塔とかお墓とか。到着しました。すごい会社の中っていう感じだから最初分かんなかった。こんな感じですごい遺跡みたいな不思議なかっこいい、なんかゲームとかに登場しそうな感じの湖が見れるみたいなんだけど、どこかな。受付にまず行って、入場料払って見ていきたいと思います。この左が石切山脈だ。で、プレミアムコースは上の方まで行きます。入場しました。この目の前がきっとそうですね。すごい、結構深い、低いです。すごい、高さはどれぐらいなんだろう。結構下に低いです。こう掘り出された感じでだんだんに岩肌がなってて、その下に湖みたいに水が、雨水とか湧き水とかが溜まってるみたいです。結構広い、本当に湖みたいなすごい。高低差が何メートルあるかが気になります。で、ここのここら辺で採れたお芋を使ったモンブランのカフェがあるので、それめっちゃ美味しそうなので食べたいと思います。かわいいワンちゃんがいる。すごい毛の色が変わってる、珍しい。かわいい。ブラーン、ワンちゃんが欲しいって言ってすごい近くまで来てくれたけど、ごめんね。石切山脈のこの湖を見ながらいただきたいと思います。絞るところも見えました。かわいい。ごめんね。ごめんねっていう気持ちです。すごくごめんね。プレミアムツアーまでに食べないといけないから、いただきます。すごい、うん、すごい、めっちゃ栗、めっちゃ美味しい。栗っていう濃縮された味がする。夏は下がソフトクリームのバージョンも発売されるみたいで、それも美味しそう。
車で行きます。ヘルメットもかぶって一人なので助手席に乗ります。何か物を落としてしまうと二度と回収できません。なので写真など撮影する際くれぐれもご注意ください。あと高所恐怖症の方とかいらっしゃいますか？大丈夫ですかね。じゃあご案内していきます。ただ普段はなかなかですね、こういった状態の悪い道路を走る機会も少ないと思うので、この揺れも含めて後でアトラクション感覚で楽しんでいってください。最初に稲田市について簡単にご説明をさせていただきます。お写真など撮りながらで大丈夫です。稲田市は正式名称を稲田白御影石と言いまして、名前の通り白い見た目が特徴的です。成分の 62% が白い長石、 34% が水晶の主成分でもある透明な石英、 3.8% が黒いつぶつぶ黒雲母、残りの 0.1% が鉄分などその他の成分で占められています。全体の 96% を白い長石と透明な石英で構成されているため、白い見た目になります。稲田石はですね、花崗岩の一種でして、地表から地下5キロから10キロあたりのところですね、溶岩がゆっくりと固まってできたものです。時間をかけて冷え固まっているため、全ての成分が均一に成長していっています。ですので、場所によってムラの少ない美しい石と言われています。明治32年から2014年までおよそ120年間にわたって山積が続けられています。120年長い。65メートル、両翼300メートルの巨大な砦跡が誕生。現在の水深ですね、およそ40メートルから45メートルほど。40から45メートル水深、すごい深い。2つともどちらもですね、もともとは今皆様が立っている足場と一体になっていました。それがですね、東日本大震災の際にこちら震度6強の地震発生しまして、当時もともとひびが入っていた部分でして、地震によってですね、崩れて今のような形となっています。奥の大きな石70トンほどあるんですが、こちらですね、手前の石に1点支えられて浮いている状態になっています。ですので、こちらの手前の小さな三角形の石には落ちない力が要求されています。落ちない力ということですね、受験の合格祈願縁起物と書いています。すごい。説明も本当に興味深くて面白いです。お隣の千葉県にですね、外来種のキョンが大繁殖してるんですけども、それが、この笠間市の隣の石岡市まで、ちょっと目撃例出ているので、もしかしたらキョンがこっちまで入り込んでしまうかもしれないです。鹿が出るとですね、鹿を食料にするクマも、生息してしまうので、もともとたまにですね、県北地域の方で上から下ってくる月のアグマがたびたび目撃されているので、キョンが定着してしまうとクマも一緒に来てしまうかもしれないです。猿に関してなんですけども、つくばユートピアというところに猿を飼育している施設があるんですけれども、以前そこから猿がちょっとまとまった数逃げ出しまして、あくまで因果関係はわからないですけれども、それからですね、笠間市内で猿の目撃例が増えているので、もしかしたら入ってきてしまうかもしれないです。この辺り奥山採石のストックヤードですね、これから使う石が積まれています。稲田石はですね、白い見た目からその別名を白い貴婦人と呼ばれています。古くは都電の敷石として使用されていたんですけれども、その美しさと丈夫さを評価されて、様々な建物に使われるようになりました。代表的なものに日本橋そのもの、あとは国会議事堂や東京証券取引や最高裁判所や日本銀行など、さまざまな建物に使われています。その他ですね、今ちょうど正面に見えている細長い大きな石ですね、ああいったものを切り出して神社の大鳥居を作ることございます。こちらにも神社の鳥居を作れる職人に在籍しておりまして、その方は50年以上鳥居を作り続けています。今ちょうどですね、左手の方に茶色い線のようなものが入っているものが出てきたんですが、こちらはですね、稲田石に含まれる鉄分が空気に触れて酸化した錆です。こういった錆もですね、全体にまんべんなく出ると錆石といって、重宝される価値のあるものになるんですけれども、こういった偏った出方をしてしまうと見た目が悪いということで、建物などには使われず、少し大きめに砕いて埋め立て用の採石にしたりですとか、さらに細かく砕いてお庭に巻く庭石に使ったりします。
砕いて使います。こちら埋め立て用の採石ですね。東京ディズニーランドや横浜の本牧ふ頭にも稲大石埋め立て用に使われています。今少し雨が降っているのでちょっと水を吸収して灰色っぽくくすんでしまっているんですが、天気が良くて乾燥しているとですね、稲田石に含まれる石英の部分が太陽の光を反射してキラキラと非常に綺麗に輝きます。ただ墓石などにする場合には変色してしまうと困ってしまうので、本磨きという非常に目の細かいヤスリで磨いて水が入らないような加工をします。ただそうしますと石英のキラキラ感が失われてしまいますので、用途に応じて加工の仕方を使い分けています。すごい大きい。今左手の方に大きな崖が見えていまして、右側にですね摩擦の山あるんですが、こちらおよそ80年前までは一つにつながっていました。ですので今立っている場所はもともと山の真っ只中だった場所です。じゃあ露天掘りという方法で掘って、上から下に掘っているので上に行くほど古い掘り跡になります。一番上、山の表面に近いところは、のみやハンマーで手掘りで掘っていた時代です。さらにその下に下ってですね、縦筋が目立つ部分があるんですが、そのあたりは先ほど湖でも説明した少量の火薬を使ったやり方です。こちら、葉っぱの際に人体に有害な粉塵が大量に発生するということで、廃れていきました。そして今、正面に見えている白いコンクリートのような平らな部分ですね。あちらが今行われているワイヤーソーという道具を使った掘り方です。ワイヤーソーの現物こちらにございます。もともとはこのぐらいの太さがあったんですけども、使っているうちに摩耗して今のような太さになってきました。どんどん作業が進められていくので、この姿を見れるのは今だけだそうです。すごいな。切り出す時のワイヤーのこう跡が残ってるんだけど見えるかな。職人で若い子なんかいるんですか？石割りの職人は割と若い人いますね。あ、そうなんですか。はい、ただの加工の職人の方がかなり高齢化が進んで、かなりですね。もう60代で若手だと思います。なので後継者問題が結構、はい、どこでも同じだ。そうですね。最年長って何歳なんですか？最年長、ちょっと年齢詳しく聞いたことはないんですけれども、70代以上の方結構いらっしゃいますね。じゃあ鳥居作ってる人も。ああ、そうですね。50年ということなので、そうですね、はい、70前後かと思います。結構若いうちから修行始める方多いですね。でも学校出てすぐとか10代のうちに始める方多い印象です。で、この場所なんですが、戦隊物や仮面ライダーなどの馬鹿神でよく使われる場所です。で、その他ミュージックビデオの撮影も行われていまして、奥の大きなピンク色の石が先ほどお話ししたあいみょんさんの撮影で使った場所ですね。で、少し手前の尖った石が中島美香さんの撮影で使ったところです。何なんですか、あのピンクの石で、はい、塗装してるんですか？そうです、人工的に着色しています。で、こちら右、左側ですね、こちら特に景観が独特ということで、主にバンドの方がですね、ミュージックビデオの撮影で使用しています。今正面に見えている、マットレスが2つ重なったような平べったい石ですね。こちらのワンズの、はい、バンズのギタリストの方がこの上に乗って撮影されたと聞いてます。いろんなポイントに泊まって降りてお話を詳しく聞けます。昔は斜めに切っていく技術がなかったので、こう階段状にすることで勾配をつけています。決まりで勾配をつけないといけなかったんだ。なんでこう段々なのかと思ったら、それで段々なんだ。ここも水が溜まってる。なんか茶色い水が。大きなところから湧き水が出ているんですが、こちらがですね、お川になって、ね、先ほど湖の方まで続いている。すごい下から見上げる感じで、高い、近くまで行ける。生息しているので運が良ければ見られるかもしれないんですが、ちょっと今日は天気も悪いので見ないかもしれないですね。
ごい間近まで行って実際に触れられるし、もうね、本当近くで見ることもできて、本当説明もすごい分かりやすいし興味深い内容が豊富でめちゃくちゃ楽しいです。今から上にいっぱいあの石があるとこがあって、お土産なんか好きなの持って帰っていそうなのでこの辺りでしか取れない稲田石なんで記念にタルトを持って帰りたいと思います。地面にもいっぱいあって、あそこから取ってもいいそうです。大きいのでもいいみたいです。大きいのは大変だから、あ、確かに。みんなへのお土産にもどうかな。茶色っぽいのより白っぽいのが、新鮮で丈夫みたいです。ということで、石切山脈の、あのね、実際の作業場採石場を実際に見れるというツアーに、プレミアムツアーに参加してきました。50分ぐらいのコースで、あの、ワンボックスに乗れる人数だから、何人かな、でもほんと少人数で、ガイドさんがすごい紹介してくださるんですけど、めちゃくちゃ丁寧に本当に分かりやすくて、内容もめちゃくちゃ面白いし、実際にね間近に行ってみることができて本当に楽しかったです。あのここの稲田石はタルトも言った宗谷岬のあの石碑の石としても使われてたりとか、本当に全国で、あの本当にいろんな重要な、日本の重要な場所でも使われてるすごくいい石ということで、なかなか採石場を見れる場所も全国でここだけぐらいじゃないかなっていうぐらいらしいので、本当に貴重な体験ができました。で、1人1000円なので50分ぐらいだったかな、1000円は安すぎて大丈夫かなっていう、今後高くなるんじゃないかなってちょっと思うんですけど、めちゃくちゃ良かったんでめちゃくちゃおすすめです。ぜひ皆さんも来てみてください。そしてお土産に石もね、何でも持って帰って OK っていうことで、タルトもこの貴重な稲田石をいっぱい持ってきました。お土産になるので、ちょっとお家で大事にしたいなと思います。なんかの機会に何個か拾ったので、視聴者プレゼントとかにもしたいなと思います。はい、ということで、モンブランも、あの、タルト、ちょっとピーヤーなんか、お芋って言ったような気もするんですけど、栗ですね。ここら辺、栗が有名みたいで、ここら辺の栗を使ったモンブラン、めちゃくちゃ贅沢なモンブランも楽しめて、湖も本当にすごくて、なんか、本当に説明がすごい面白かったです。全然あの動画に上がってない説明とかもいろいろあるので、ぜひ実際に聞きに、目で見に来てみてください。ということで、以上いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがタルト。これから茨城県編の動画も始まるので、ぜひいいね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。バイバーイ。